人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。10年ごとに行われる国税調査、アメリカの国税調査局の最新データによりますと、なんとですね、アメリカ建国以来初めて白人の人口が減少したってことが分かりました。逆にマイノリティの人口が増えており、アメリカのこの人種的多様化というのが一段と進んでいるということが言えます。2010年から2019年の10年間の間で、アメリカの人口は前回2000年から2009年と比べて 7.4% 増加して3億3100万人の人口がありました。この増加率そのものというのは1900年代以来最低の数字となって、日本とかヨーロッパの高齢化社会の前兆ではないかと思われます。人口が増えているのはテキサス州であるとか、フロリダ州、ノースカロライナ州、そういった州は人口が増えています。4月28日のブログで動画でですね、下にリンクを貼っておきますけども、米下院議席テキサス2議席増という記事をお話ししましたけども、人口が増えたことによってですね、テキサス州は下院議席が2議席増えて、フロリダ州、ノースカロライナ州等は1議席増えました。今回の国税調査で、大きく5つのポイントを挙げることができます。一つは、アメリカは世界でも得意な移動社会と言われてきました。今回全世帯に占める年間平均の人口移動率というのは 9.3% で、これは1947年以来最低の数字を記録してしまいました。過去はどうかというとですね、1940年代から1960年代は毎年全世帯の 20% が移動してたんですね。これが1990年代になって 15% から 16% に減り、そして2000年になってからですね、2000年代は 13% から 14% と、この低下の一途についていたところ、今回はとうとう一桁、9.3% になってしまいました。アメリカがそういった移動社会から定住社会に近づきつつあるということができましょう。2つ目のポイントは、その高齢者と若年層の間の人口増加率のギャップがこの顕著になってきているということが挙げられます。今回55歳以上の人口増加率というのが、2010年から2019年の10年間で 27% 増加しました。これに対して55歳以下はわずか 1.3% しか増加しなかったんですね。そしてこの55歳以上の人たちのうちで、65歳から74歳、ベビーブーマー世代はどうかというと、人口増加率は 50% も達しているんです。大きな若い人たちとギャップがありますね。3つ目は、次の世代を担う18歳以下の人口増加率っていうのが、アメリカの北東部であるとか中西部、内陸部の各州においてすでにマイナスに転じています。逆にワシントン DC であるとか、テキサス州、フロリダ州、こういった、全部で50州のうち19州においては、人口の増加率が、さらに目立っています。4つ目は、人種別に見た場合、白人、2010年から2019年の間に、なんとですね、1万6612人、実質人口が減ってしまいました。アメリカの史上初めてのことです。過去を見てみますと、1970年から79年の10年間では、
1120万人人口が増えました。まあ、2000年から2009年までの間は280万人と、まあ増加率が減少してたわけですけど、まあ、とうとう今回はマイナスになってしまったということで、まあ、アメリカもこの高齢化とかですね、まあ、あるいは出生率の低下、そして結婚年齢の上昇、そういった問題を抱えていると言えます。最後の5つ目は、過去10年間全米の人口が1950万人増えたわけですけど、白人は先ほど申し上げたようにマイナス、そしてヒスパニック系は1000万人増えました。まあ、私のようなアジア系は430万人、そして黒人は320万人増えたということで、マイノリティの人口がこのアメリカの社会を支えつつある傾向が見られます。まあ、アメリカも高齢化社会の仲間入りをしたということができます。まあ、人口増加に必要な人口増加に必要なのはですね、出生率というのは最低 2.1 と言われています。まあ、男女が結婚して子供が 2.1 に生まれると人口が増えていくという計算ですね。今アメリカでは 1.7%、まあ、問題になっている中国も 1.7%、 中国並みに下がってしまいました。まあ、もちろん日本はもっと低くて 1.4%、まあ、ヨーロッパはですね、ドイツが 1.5%、イギリスは 1.6% で、カナダは 1.5%、まあ、そういった数字で、世界的に先進国の、が高齢化社会化して、問題となっています。で、私が応援する、共和党なんですけども、共和党の支持者というのはこの白人層が多いんですよね。保守的な白人が多いんですけど、そこの人口がこう減っているということは、共和党もですね、今こう頼っている白人層から、マイノリティであるとか、あとはこの若い層にアピールしていかないと、先が本当に先細りしてしまいますね。この窮地を、今救えるのはトランプ前大統領しかいません。トランプ前大統領がですね、この巻き返しを図って、なんとかこの共和党の支持層を変えていってほしいと思います。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。